はい、皆さんこんばんは。100円です。今日はですね、まあ私がものすごい大好きな映画、もう奥さんにもこの映画もいい加減にしてよって言われるぐらい何回も何十回も見てる映画が回って、それを紹介したいと思います。あのね、人生こう生きていく中でいろいろこう映画の中から学べることってあると思うんですよ。でその中の一つに、まあ、このグラウンドホグデーっていうのがあるんです、自分の中でね。日本語タイトルだと恋はデジャブ。まあこれ俺の生放送とかラジオとか見てくれてる人は、あ、100円さんこの映画のこと言ってたなって思うかもしれないんですけど、この映画が本当にねいいんですよ。まあ大まかなあらすじからいくと、まあものすごいこうなんていうのかな、人間的に成功してる、まあお金もたくさんあって、テレビのキャスターなんですけど、主人公が成功してる人が いるんですよ。でまあその人がひょんなことから、まあタイムループものなんですけど、同じ日から抜け出せなくなっちゃうって映画なんですね。で同じことを、知識はどんどん増えていくんですよ。要は経験したことは覚えてるんですけど、同じ日が何回も何回も繰り返されるんですよね。で出方が分かんない、じゃあどうすんのっていう、まあ、映画なんですよ。でも結構古い映画、これいつなの、1993年か、かなり前だな。まあそういう映画で、早速ちょっとトレーラー見たいんですけど。Weatherman Phil Connors is spending the day in Punxsutawney, Pennsylvania. Phil? Ned! Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Bing! But Phil's about to find out he's not just stuck in Punxsutawney. Will you be checking out today, Mr. Connors? Chance of departure today, 100%. He's stuck in Groundhog Day. I'm reliving the same day over. Ned Ryerson? ずっと繰り返されるんだよこれが。 Do you have deja vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Well, it's Groundhog Day again. At first, he was a little anxious. Bill? What? Will you be checking out today, Mr. Collins? I'd say the chance of departure is 80%. But now, we could do whatever we want. He's discovering the possibilities. Don't you worry about cholesterol? Why? And living life like there's no tomorrow. Phil Connors! Ned! Because 次の日になれば何もなかったことになるから。もう飽きてきて今度死に出すんだよ、ね。I'm a god. I'm not the god. He's out of his gourd. But to get what his heart wants most. What are you looking for, Phil? A date for the weekend? Means living this day over again, till he gets it right. Believe it or not, I studied 19th century French poetry. What a waste of time. I studied 19th century French poetry. 見てる人意味がわかんないよね。何が起きてるか。French. Bill Murray. Andy McDowell. To the groundhog. I always drink to world peace. Well, what should we drink to? I like to say a prayer and drink to world peace. Don't drive angry. Don't drive angry. He might be okay. Yes! Life has a funny way of repeating itself. What did you do today? Oh, same old, same old. まあ説明したいね。さあ、これで終わりなんですけど、ペンシルベニアで、これ本当にあるイベントなんですけど、グラウンドホグデーっていうのがあるんですよ。でこれ何かっていうと、グラウンドホグってさっき出てきたあのケムクジャラのなんかでかいネズミみたいな生き物で、要はこいつにですね、その年の冬がどれぐらいこう続くかみたいなのを、なんていうのかな、占ってもらうって行事があるんです、ペンシルベニアで。でたまたまそこにこの主人公たちはまあニュースレポーターなんで、そこに行ってまあレポートしに行くんですよ。でそれでまあそこの町にいる時にこの呪いみたいなのが起きて、まあ同じことを繰り返すんですよね。でこれほんとよくできてて、
なんていうのかな、その自分がもしループする世界に行ったらじゃあ何をするかなって考えた時に、まあなんていうのかな、その俺が思うこと、俺多分これやるだろうなって思うことやるんですね。例えば街中にいる女性全部落としてみたりとか気になる人とか、あと銀行強盗してみたりだとか、あともいろんな人殴ってみたりだとか、まあもう考えられること、ありとあらゆることやるんですよね。でももう同じ日が毎日繰り返されてるから、もうしまいにもう嫌になってきて、自殺、いろんな自殺するんですよ。電気ショックで死んだりとか、飛び降り焼死、自殺もういろんなことやって、結局それやっても次の日に生き返っちゃうんで、もうどうするかっていう結論になるんですよ。でその時に彼はいいことをしだすんですよ。でやっぱりその一日の中で、例えば誰かがなんていうの、こうとか高いと子供がね、高いとこから落ちて怪我するとか、あと車がパンクしちゃう人がこの時間のここで起きるとかも全部要は知るようになるんです。それでその彼の一日の生活は要はその困ってる人のところに全部回って、まあ、それを助けるっていうことをやりだすようになるんですよね。で、まあ、映画の結末はまあ言うとあれなんですけど、まあ、そういうようなことが起きていくんですよ。彼の要はなんていうのかな、人間性がどんどん成長していくっていうか、映画の一番最初の時にすごい嫌なやつなんですよ。悪いやつっていうか嫌なやつなんだけど、性格が、映画がこう続くにつれていろいろ学んで悟って、まあ、人間として成長していくみたいな映画なんですよね。で俺そのなんていうのかな、やっぱ人間ってそういうことなんじゃないかなって思うんですよ。要はやっぱり生きてて、あ、これやってみたいなとか、なんかこれやっちゃいけないけどやってみたいなって思うこといろいろあるじゃないですか。あと他人をこう妬んだりだとか、まあ、人間として生きててあまり良くないと教わってる感情がありますけど、まあそういうことって絶対あるじゃないですか。どんな大人になったってやっぱり噂話しちゃったりだとか悪口言ったりだとか、まあいろいろあると思うんだよね。でもそれは俺なんかなんていうのかな、でもそういうこと全部出してやって、でやった後に何が残るかっていうのがすごい重要なことなんだなっていうのは俺この映画見てなんか学んだんですよね。だやっぱり若い時とかって、あーなんていうのかな、こうね、今思えばこんなことしなきゃよかったなとか、もっとこうしておけばよかったなとか、いろいろ思うことあるじゃないですか。だから若い時に悪いことするとか、まあ、間違いを犯すとかっていうのは俺全然しょうがないことだと思うんですよね。まあ度合いにもよりますけどね。他人に迷惑かけることは絶対にやっちゃいけないと思いますけど、だけどその散々悪いことをまあするのはしょうがないと思うんですよ。で自分がある程度大人になった時に、なんていうのかな、その悪いことをしたことから学んでいい人になることが重要だと思うんですよね。最終的にどうなるかっていうところがすごい重要な気がするんですよ。この映画見てて俺はそう思うんだよね。でやっぱり興味もあるし好奇心もあるし、いろんなことやるけど、最終的にはやっぱりいいことに落ち着く、それが人間なんじゃないかなって思うんですよ。うん、それが重要なとこだと思うんだよね。どんなに悪いことしてても最終的にはやっぱり人間っていい心を絶対俺は持ってる生き物だと思うんで、なんていうのそういう風になりたいって思わせるような映画なんですよね。まあ俺はもう悪いことして許されるような年じゃないからあれなんですけど、だけどまあこの若い人がもしこの動画見てるんだったら、いろんなこと挑戦して、まあ、間違ってしまってももうなんかもうまあしょうがない。でも最終的にどうなるかっていうところですから、だからやっぱ若い時に何だろう、いろいろこう自分の好きなようにできなかったりとか、悪いことできなかったとかっていう人が大人になってからグレたりすると一番タチが悪いんでね、そういうこと良くないんじゃないかなと思うんですよ。でこの教えを俺は自分の子供に実践しようと思ってるんですよね。だからもうある程度好きにこうやらして、で本当ダメなとこはダメだって教えるけど、好きにやらして大人になった時に、ああいうことやったな、こういうことやったな、良くないなってこう両親が育むようにしたいですね。そんなような映画です。ということで、グランドホーグデーでしたね。恋はデジャブが日本のタイトルなんで、ぜひ興味がある方は見てください。絶対面白いと思います。これは評価高いでしょ？だって、130万回再生されてて、今度グッド見てください。2778グッド、99バットなんで、ぜひ見てください。ということで、恋はデジャブの紹介でした。ピース。